今日の講師は俺、ウグイだ。よろしく頼む。宇宙で起こる爆発、超新星爆発。これと同じ現象を実験室で再現できると知っているか。それが本日のキーワード、レーザー冷却。ざっくり言うと、まあそのままレーザーを使って冷やす方法のことなんだが、どういうことかふんわり説明していくな。レーザーというと、物を切断したりくっつけたりするのに使われるイメージだが、一体どうやって冷やすのだろうか。まずは温度そのものについておさらいしよう。例えば暖かい空気と冷たい空気の違いが何かわかるか。その違いは原子や分子の動く速さの違い。動きが激しいほど温度は暖かくなり、動きが遅くなれば冷たくなる。レーザー冷却ではこの動きを遅くすること、最終的には止めてしまうことを目標にしている。その方法はこんな感じだ。原子1個にうまくレーザーを当てると、ちょっとだけ原子が押される。だから四方八方から当てれば、こんな風に動きを止められるんだ。これがレーザー冷却装置。ここで原子にレーザーが当てられている。もし原子を完全に止めることができたら、理論上それはこの世で一番低い温度、絶対零度になる。それは0ケルビンでマイナス 273.15 度に相当する。実際にこの温度にすることはまだ誰も成功していないが、でもレーザー冷却を使えば、なんと 0.000001 ケルビンにまで冷やせた。驚いたろう。実はこの温度になった時、不思議なことが起きたんだ。とある気体の原子たちの動きを止めていったら、なぜか気体の原子たちがギュッと凝縮して、まるで一つの大きな塊のように動き出したんだ。これがその時の観測結果なんだが、塊になってゆっくり落ちていっているのがわかるだろう。気体が塊になってしまうとはな。さらに別の原子も冷却してみたら、さっきと同じようにギュッと凝縮していったんだが、なんと最後にボン、爆発したんだ。これ実は宇宙で起こる超新星爆発と同じメカニズムで起こっている。超新星爆発も宇宙空間で原子が凝縮されることで起こる爆発なんだ。実験室と宇宙で同じような現象が起こっているなんて、なんだかロマンチックだよな。もしかしたら丸い顔の俺も宇宙との共通点があったりするのかもしれない。本日のキーワードはレーザー冷却。レーザーでとことん空気を冷やすと、一箇所に集まって不思議な現象を起こせるって話だ。ほのぼの物理キーワード辞典、私梶裕貴がお送りしました。